オリックスホテルマネジメント株式会社は、オリックスグループに属する日本のホテル、運営会社である。オリックス不動産の子会社。本項目では、同社の前身である、ブルーウェーブ株式会社及び同社が運営していた、ホテルチェーン、ブルーウェーブインについても説明する。オリックス不動産が各地で展開する、オリックスホテルズリゾアッツをはじめとする、ホテル運営会社。かつての社名である、 ブルーウェーブの名称は、オリックス参加のプロ野球球団である、オリックスバファローズがかつて1990年の本拠地移転から2004年の大阪近鉄バファローズとの合併まで名乗っていた、チーム名、オリックスブルーウェーブにちなむ。ロゴマークも当時のブルーウェーブのものを流用していた。大倉日光ホテルマネジメントと提携の上、ホテルジャルシティ、羽田東京、ホテルジャルシティ、 羽田東京ウェストウィングを運営している。また、セミナーハウス、クロスウェーブなどの運営も行っている。2020年4月1日に、当社を、存続会社として、オリックス不動産直営及び、グループホテル運営会社の一部を統合し、社名を、オリックスホテルマネジメント株式会社と変更。同時に、同社は、オリックス不動産の参加となり、今後は、 当社が、オリックスホテルズリゾアッツ及びカテゴリー外施設の施設運営を行うことになる。温泉旅館温泉リゾートシティバークサイドハット AB、オリックスホテルマネジメント株式会社、第24期決算広告 AB、旅館、ホテル、宿泊研修施設の運営会社発社を、統合新社名、オリックスホテルマネジメント株式会社、オリックス不動産、 https://www.orix-realestate.co.jp スラッシュニュースラッシュ2020スラッシュ01スラッシュリリース 001555HTML2020 年4月25日閲覧。オリックスリアルエステート、ブルーウェーブが、JAL ホテルズとホテル運営で提携、ブルーウェーブ株式会社。 2017年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年6月21日閲覧ブルーウェーブイン小倉の譲渡に関するお知らせ ABC ブルーウェーブイン浅草ブルーウェーブイン四つ橋ブルーウェーブイン広島の譲渡に関するお知らせホテルリゾックス車山高原閉館のお知らせ2018年6月21日閲覧 村上ファンド背後にオリックス、新聞赤旗、2019年6月14日閲覧、ありがとうございます。